はい。ミノスミストを2杯どうぞ。出来立てよ。ドクター、あなたの助手をするからには、私も言動に気をつけておくわ。次にあなたが私を怒らせて、尻尾で首を絞められちゃった時は、この羽で慰めてあげるから。研究倫理を守らない研究者。 雇い主との契約に背く傭兵。立場をコロコロ変えちゃうスパイ。<laughs> どれも私のことね。何事も効率を上げるには、ルールを破ることを学ぶのが一番なのよ。それで、あなたは、この二人きりの時間を、ロドスのルールをあれこれ教えるためなんかに使うつもりなの ドクターロドスの上級顧問として本館の文献とコレクションを研究するための時間を増やしたいわ同僚と絆を深めるのに時間を使ってほしい <laughs> 私にはこういうものさえあればそこに流れる歴史も静かな秩序も感じ取ることができるのに。 人というものに何を見出せるっていうの真実を屈折させ、未来を映し出すね。人が先生術に興味を持つきっかけの多くは、単に自分の士気が気になるからなのよ。だけど、トリマウンツの空がクリステンの手で引き裂かれたあの時から、先生術なんてものは、 くだらないほら話になっちゃったのよね。このことの方が、先生術自体よりよっぽど面白いと思うわ。愚者が高い壁を築き、賢者がそれを打ち砕く。もちろん、その逆もまた存在するもの。歴史は、興味深い資料保管庫なの。その中には必ず、未来への啓示が隠されているわ。 だって、今は歴史と呼ばれるそれも。かつては、それぞれの時代を生きた人々の未来だったんだから。これこそが、私の興味をそそることなのよ。私たちの話森の白露に羽を濡らして、倒れた石柱を尻尾でなぞる。そんな風に、この知識は代々受け継がれてきたのよ。 私たちは、日に日に膨れ上がっていく道を抱きしめて、狂気へと足を踏み入れていくの。もちろん、私も狂いたくなんてないけれど。この馬鹿げた運命を変えるためなら、壊れてもいいと思っているわ。ドクター、まさか、私を避けてるの私はただ、 最近発掘された遺跡を見つけたから、あなたを連れて行きたいと思ってるだけなのよ。どうしていつもちょっかいをかけてくるのかってそんなことより、私があなたにしかちょっかいかけない理由でも考えてみたらトリマウンツのショッピングモールで、あなたがミルジスといるところを見かけたことがあるの。 あの子って本当に愛らしいエルフよね。私も、あなたには頼み事があるけど、あの子とは、やり方が違うもの。ほら、下を見て。<laughs> 力を貸してくれないと、この尻尾があなたの心臓を貫いちゃうわよ。ねえ、ドクター。記憶喪失 って、どういう感覚なの私には、膨大な蔵書を持つ図書館が焼け落ちるなんて耐えられないけど、それ以上に、蔵書の誇りを払うことしかできない愚かな管理人の方が受け入れられないものなのよ。だから考えてるの。あなたと、私。よりかわいそうなのはどっちなのかしら 耳が赤くなってるわよ。敏感なのね。ふぅ。あら、もっと赤くなっちゃった。ふ <laughs> ジタバタしないの。まだ仕事中でしょ。今回は、マイレンダー基金やライン生命を代表しての訪問じゃないの。単に、一個人としてのホルハイヤが、 ロドスとの関係をもっと深めたいと思ってのことなのよ。あら、手を離すつもり自己紹介はまだ終わってないんだけど。ふぅー。終わったおめでとう、ドクター。私の中のあなたの評価も一緒に上げてあげるわね。今回は、 ミノスミストを4杯作っておいたから。あら、そんなにクラクラ来ちゃったの意識をちゃんと保ってた方がいいと思うわよ。また昇進それって、ロドスでの権限がもっと高くなるってことこの船には、 あなたにすら触れられない秘密が眠ってるかもしれないって感じるのよね。すごく興味がそそられるわ。任務にクリエイティビティを足していくのが私の役目で、サプライズを受け取るのがあなたの役目ね。作戦計画なんてないわよ。プランは変わるものだから。任務さえ達成できるなら、ルール破りは大歓迎よ。 単独行動させてくれないへえ、サプライズね。顧問の仕事だけしてればいいと思ってたんだけど。私を傭兵扱いするつもりなの羽が濡れるのは嫌いだって言ったわよね。尻尾にホコリがつくのは嫌って言わなかったかしら。あら、逃げたいの逃げられると思う アーツが効かなくなっちゃったのどうしたんでしょうね見逃してあげるなんて言ったかしらそれはノーカウントね。ドクター、あなたの活躍は、いろんな馬鹿げた伝説を思い出させるけど、今なら、それが全部真実だって信じられそうよ。もしかして、私から褒められるのを待ってるの 100%の真実なんてないように、100%の嘘だって存在しないの。ドクター私たちの知ることも、なすことも、多くを変えるには十分な力を持っているのよ。後のことは任せてちょうだい。私、尻拭いに関しては経験豊富な方だから。代わりに、どうやってお礼をするのか。 よく考えておいてね。一ついいかしら。この部屋って、傭兵用のデザインそれとも、これで上級顧問へのもてなしを想定してるのふふ、<laughs> 冗談よ。あら、シエスタアイスティーに挑戦したいのそれとも、ミノスミストの方かしら 気をつけてね、どれもすごく貴重な文献だから。どうやって集めたのかって安心してちょうだいもちろん真っ当なルートじゃないわ。あら、私を尋問するつもりアークナイツ。あら、ドクター。あなたもここにいたのね。わかってるわ。偶然でしょ。